サンドの飯よりトラが好き。はい、どうもトラキシです。今16時前、甲子園球場こんな早く着くのは初めてですね。初めてなんですけども、久々かな、こんな早く着くの。試合2時間前に着くなんてね、久々なんですけども、今日はなんて言ってもね、岩崎投手の登場曲を歌っている、アイキャントラインね、川野まりなさんがミニライブを行うってことで、それを聞いてからね、球場行こうかなっていうところで、始球式もやるみたいだけどね、はい、それを聞いてからね、甲子園球場行こうかなっていうところで、ちょっと早めに行きました。で、阪神タイガースに話を戻しますと、前回ね、やられてます福谷投手が先発ってことなんで、中日ね、今日はやり返そう、本拠地でやり返そう、1点でも多く取ってね、勝ってほしいなと思うし、なんといってもね、今日は中10日で、青柳投手が先発なんでね、青柳投手を楽にさせるっていう意味でもね、いっぱいね、点数を取ってもらいたいなと思います。はい、それでは行ってきます。そうそう、今日からね、ダン君がね、1軍ってことなんで、ダン君、思いっきりのいいバッティングをね、してもらえたらなと思います。ダン君が早速スタメンですね。お兄ちゃんが行きましょう。やべえな、3連打でノーアウト満塁。1点タイムリーか。ここでなんとか踏ん張って逆転しよう。ゲッツー、よっしゃー、ナイス、逆転するぜー。うわー、セーフか。3点目やん。セールナイス。球場飯買いに行ってる間にね、タイムリー出る。ないバッティ、これ1点だけやめて逆転するで。いけ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 、うらしく輝く我が名の走りだが、試合終わりました、負けちゃいましたね。青柳投手の初回の3失点、この試合が3対1で負けたんでね、この3点が大きい、失点になっちゃってんけども、その後立ち直ってくれたんでね、本当に次回登板期待したいなと思うし、最後の方はね、青柳投手らしさも出てたし、そして守備ではね、中野選手ファインプレーであったりとか、小野寺選手もね、ファインプレーであったりとか、いいプレーも見れたので、よしとしますか。僕の列、観戦した列とその後ろの列にね、ちっちゃい子供がおったんで、いや、めちゃくちゃ癒されてね、
負け試合でこんなに笑ってるのは初めてやねんけどまあ癒されました。そしてそれと同時にこの子供たちにね勝利をね届けてあげてほしいなと思うんで、明日明後日なんとか勝ってもらいたいなと思います。そういや去年はね全然点数が入らんくて、わい子供たちのために点数取ってくれやって言ってたの思い出したわ頼むんでね、明日明後日点数取ってもらいたいなと、子供たちのためにも勝ってもらいたいなと、そして思います。はい、まあ、岩佐投手、梶谷投手、ね、及川投手、本当ナイスリリーフでした。明日以降もね、期待しております。はい、以上かな。まあ、悔しいですけど、気持ち切り替えて、明日明後日連勝しましょう。はい。